ヘブライ書10章の32節より39節までを読みます。よろしいですか？皆さんの読み声が天に届くほど、いくらマイクで読んで、マイクを持って読んでも天に届かないんですよ。千葉にも行かない。信仰によって読むと天に届きます。アメン。どうぞ。あなた方は光に照らされたのうち、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。あざけられ、苦しめられて、見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。実際、捕らえられた人たちと苦しみを共にしたし、また、自分がもっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても、喜んで耐え忍んだのです。だから、自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って、約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると、来たるべき方がおいでになる。送られることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。アーメン。祈りましょう。万軍の主なる神イエスよ、あなたの御名によって救われ、神の子供のあった私たち一人びとりが、去る一週間の間にも犯した罪を心から悔い改めて、今日この時間、あなたの流された血によって清められ、さらにあなたとの深い交わりと、あなたに従う信仰生活をするために、この礼拝に来ております。この場で頭を下げて、あなたに心から祈りを求め、すべてあなたに聞き倒う心の準備が整えている私たちに、しもべの口を通して、あなたの御言葉とあなたの御心を語ってくださり、私たちの信じる心に巻かれたあなたの命と祝福を約束された言葉が、30倍、60倍、100倍、1000倍もの身を豊かに結ぶことができますように、主の聖霊によって助けてください。すべてを委ねますので、今日この時間も、この礼拝と我々を通して、主の御心を成就してくださいますよう、イエス・キリストの尊き皆でお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。皆さんのご存知のアメリカのロックフェラーという人は、彼が一躍神を幼い時から信じていましたけれども、彼がその信仰の結果として一躍、金持ちになったきっかけがありますね。それは彼が自分の友達に廃校となった金庫を掘り出す金庫ですね。しかしそれは廃校となったものです。しかしそれに気づかずに友達に騙されて廃校となった金庫を買ったわけですよ。彼は掘り続けても金は出ない。廃校となった金庫を借金までしながら一生懸命掘り続けましたけども、ついには借金に追われ、また、賃金をろくに払ってなかったから、夫婦たちが、仕事はしないで、ポート化してしまいまして、暴力を振るいながら、賃金を払えと、こういう沙汰になってしまいました。もう、金もないし、借金にまで追われてるし、夫婦たちは仕事しないで、ポート化しまして、賃金を払えと、と起こしてしまってるし、もうどうしようもない。掘ることもできないし、ここでやめることもできない。賃金を払う金もないから。
皆さん、今こういう状況に置かれているのはロックフェラーではなくて、皆さんご自分だろうとまず想定しまして説教を聞きますように。そして皆さんならばどうするかを心から判断して正しい決心ができる時間となりますように、主の御名で祝福いたします。彼はその近郊の深いところに下っていき、誰もいないところでひざついて両手を挙げて神様に祈りました。神を恨むかのように涙で神様に祈ったとき、かすかな主の声が聞こえてきました。もう少し深く掘りなさい。これにアーメンできますか？何よ、神がどこにいるの？こんな事態になってしまったのに、もっと深く掘りなさい。こういうふうに思わないで、今アーメンが敵だとは幸いです。今アーメンが敵なかった人も反省しまして、アーメンができる信仰に立ちますように、イエス・キリストの皆で祝福いたします。彼は暴徒化してしまった候補たちに言って、彼らをなだめながら、もう少し追ってみよう。彼らをなだめて進めたんです。もう少し掘ってみよう。賃金を払いなさい。そうすればやるから。こういう時に、ある人は頭の蓋が開くと言って、いうそういう表現を使っていた人を見たことがあります。頭の蓋が開く。そうすると、どうなりますか？脳みそが飛び出るでしょう。そう。頭でもう考えられない。頭が、破裂しそうな、こういう状況なんでしょう。金払いなさい。金はないのに、ない金を通して払うんだ。暴徒化しました候補たちを、誘って、また掘り続けます。目には何にも見えない。無駄なことに見えますけれども、その確かな主の御声、それだけを頼りにしまして、もう少し深く掘りなさい。とんでもない状況だけれども、その御声を頼って掘り続けたそうですね。約1メートルぐらい、さらに掘ったときに、深い水が、吹き出た。黒い水。深い水じゃなくて、黒い水が吹き出るのがあった。その黒い水は何だったでしょうか？何度も聞いてるのは覚えてますね。それは石油でしょ、石油。その瞬間、たった1メートル掘った時に、石油が出てきたわけですよ。彼が石油会社を作って、石油王という呼ばれる金持ちになるきっかけとなった出来事がこれなんです。小さい時からイエス様を信じて神の御言葉を守っていました。鉱山を買い取ったんだけども、これは騙されて、それも友達に廃校となった鉱山を買い取ったのが、彼が石油王になるきっかけとつながったそうですね。ここに働いたのは何ですか？もう少し掘りなさいという神の声を聞いて、掘り続けるこれ以上そういう状況じゃないの。借金で終われ、候補たちに脅かされながら、もう少し掘るということは大変な信仰と、またその信仰を運ぶ力、すなわち忍耐が欲しかったんです。忍耐。
こういう状況にもかかわらず耐えて忍んで忍耐を持ってその先へ進むということは、大変な忍耐の力を必要とするわけです。彼がもしここでたった1メートルを目の前にしたときに諦めてしまったならば、それまでの信仰は虚しくなってしまったんですよ。それまでの信仰が、それまでの信仰が虚しくなるか、あるいはそれまでの信仰がさらに進んで石油王となるご自分の人生の転機をつかむことができたのは、信仰だけの力じゃなくて信仰を運ぶ忍耐の力だったということを絶対に忘れないように、イエス・キリストの名で祝福いたします。アメン。そう、忍耐の力が彼の信仰をさらに1メートルを進めてくれたんです。そして石油王になる人生の転機をつかむことができるようにしてくれたのは、彼が持ってた信仰だけだって、その信仰を運ぶ忍耐の力だったんですよ。そういう状況にもかかわらず、さらに進む。そういう苦しみに耐えて、献身する忍耐の力。これが彼の人生の転機をもたらすために働いた。ということを皆さんは覚えている必要があります。アメン。彼の運命が、これを岐路にして、没落するか、あるいはさらに栄えるか、その岐路となった分岐点、その分岐点で働いたのが、彼の信仰を支えて、さらに、前の方へ運んでくれた忍耐の力。絶対的に皆さんがこれからの信仰生活に忘れずに求めて、自分の中でもこの忍耐の力がいつも特に苦しい時たんびに働いてくれるように求めていかねばならない大事な話であります。長毛博士は眠くてたまらないんだけども必死には忍耐して耐えてるんだ。ハレルヤですよ。ある日では、わけのわからぬ説教してると思うでしょう。ある日では、なるほど、今日もね、今日もうつらかん。じゃあ、ルカの福音書の8章の、12から15節の間にある言葉を短く紹介しますと、神の御言葉を信仰によって、喜びの中で聞く人が、聞くのは聞くんだけども、その神の声を信仰と喜びを持って聞くのは聞くんだけども、その神の言葉を喜びを持って聞く人の中で、ある人は悪魔の誘惑が来たら、そのこと、喜んで聞いて受けれた言葉を再び奪われてしまう人がいる。ある人は、この世の悩み心配事が、起きると、またその言葉を守れず失ってしまう。あるいは経済的な面に困ったことが起きると、また言葉通りに生きることができなくなる。ある人は肉の情欲に負けて、喜びと受け入れた言葉を途中で手放してしまうことがあると。しかし、ある人は忍耐を持って、最後までその言葉通りに守り続けて、ついには忍耐によって豊かな実を結ぶような人もいると。同じくイエス様を信じてる、同じ教会に通ってる、同じ説教を聞いてる、同じく信仰と喜びを持ってアーメンと言ってる、アーメンと言ってない人もたくさんいるんですけども、ここに同じくアーメンと言っていても、また、それから、自分の生活の中に起きる、いろんな出来事によって、言葉を奪われてしまう人が、たくさん出てきて、最後の最後までその言葉通りに、守り続けて信仰、
忍耐をもって自分の信仰を信じた結果を身を豊かに結ぶようになる。そういう人は、刻わずかしかないと。いうことをイエス様が例えを用いて教えておられますね。皆さんは、どの部類の信仰の持ち主になりたいと思いますか？何があっても、現実にどんなことが起きても、どんな誘惑が来ても、乗り越えて、耐えて、忍んで、忍耐、強く信仰を守り続けて、結果的に豊かな利を霊的にも、根的にも、肉的にも、結んでいきたいと思いますか？みんながアーメンと言いましたね。結果はこれから見てみればわかります。今アーメンと言ったからみんな同じ結果をもたらすことができるとは限らないと、主イエス様がそう教えておられます。忍耐をもって最後まで、今ある自分の信仰、今アーメンと言った熱いその信仰を最後まで守っていく、忍耐の力を求めていく人は、その通りになりますけれども、途中で忍耐せずに挫折落胆してしまい嘆き悲しむ人は、突下者となってしまうことあるんです。そういう意味なんです。日本で有名な徳川家康は、こういう言葉を残してますね。人生とは、重荷を、重い荷物、重荷を背負って、遠い旅に出るのと一緒だ。重荷を背負ったことある人は、大体覚えているでしょうけども、私はよく知ってます。田舎の農夫の息子として生まれてきたもんだから、中学校1年の時までそこにいましたから、重い荷物を背負った時の気分、背負った時の気分よくわかりますよ。しょい子に荷物を乗せて、重いものを背負って歩いてるのに目の前に人が現れて、声をかける。道を開けてくれない。その時の気分は何ですか？この荷物を下ろしてその人の頭にぶっかけたいと思う。嫌になってしまいます。なぜこっちは大変なのに声かけてる。道を開けてくれない。その私のふるさとのおじいちゃんの話を、証言を借りるとね、しょい子にいっぱい重荷を背負って歩いてる時に声かける人はもう殺してしまいたいって。そういう表現を聞いたことあります。今も生きている。生きてますけども、その方が。それは何を意味してますか？重荷を背負って歩くのは大変だと、大変だと。こういう経験のない人は今日残ってください。今日、こういう経験がなくて、こんなの分かりませんという人がいれば、今日残ってください。教会引っ越しするときに、重い荷物をバンバン背負わせてあげますから。そうすると、重荷を背負った時の気分が分かるようになりますから。説教は聞くだけでは間に合わない。悟らないと、自分のものにならないと。ハレルヤですか？徳川家康って人が、それがよく分かった人だったそうです。そうですね。重荷、人生というものは重荷を背負って、遠い旅に出るのと一緒だと。最初からそういう覚悟なしに、そういう、最後まで遠い旅に重荷を背負って出るようなそういう覚悟、そういう忍耐を持って人生出発しないと勝利に至らないということをよく分かっていたんです。皆さんのご存知の有名な彼の言葉、ほどとぎす、泣かねば殺してしまうんだろうって、泣かねば泣かしてみせるんだろうって、泣かねば泣くまで待つ。これが彼の思想だったんです。日本にも有名な将軍たちはたくさんいましたけれども、日本天下を統一したのは、この忍耐の力をよく悟っていた徳川家康だったということ。認められる人がいれば、アーメンと拍手を、これを悟したイエス様に拍手を送ります。あの有名なフランスの将軍ナポレオンは、また同じような言葉を残してますね。忍耐は、人生を左右する。力を持っている。その忍耐が、人の人生を、成功に至らす。
来の力に、近世人の運命が左右される力があるという。よくわかっていて、彼らは自分の人生に成功する秘訣がよくわかっていた人たちですけれども、この二人ともノンクリスチャンです。この二人ともノンクリスチャンです。皆さんと私はクリスチャンです。マタイの十章の十六節に、主イエスが語ったこういう言葉、あなた方は、蛇のように賢くなりなさい。蛇がどれぐらい賢い知恵を持って、世において成功しているのかわかるのか。その蛇とはサタンですよ。そのサタンとは、知恵の極みです。神が作った非常物の中で一番知恵に富んでるものが知恵の極み。これが、その蛇。あの時を経った、時を経て、今も皆さんと私に、竜として、蛇として、伝わってきてるのは、これはサタンの象徴、サタンという意味です。すなわち、サタンに聞いて従う、世の人々も、成功する秘訣をよく分かってるから、今のような人のように、見事に忍耐の力を身につけて、自分の人生に見事な勝利を、成功を収めてるんだという話です。まして、神に従う神の人、神の子供たちは、今どこで何をしてんだ。神から、この、必ず勝利に至る、豊かな身を必ず結果的に結ぶ、臨体の力。皆さん、神から聞いて、神から習って、世の人々よりも、もっと素晴らしい勝利を成し遂げるべきだと思う人がいるならば、アーメンと握手を皆さんの神様に、イエス様に送ります。ハレルヤ。イエス様は、私たちが永遠なる命の救いに、正しい信仰を持つ、条件として、優先的にそういう永遠なる命の救いに、必ず至る信仰を持つということを条件としまして、あとはこの世でも勝利を収めて、世にいる人々にイエス様を信じた結果を、これを見ようかしに世の人々が憧れるような、祝福をも神様は約束しています。この順番が狂っちゃったら、起伏信仰となってしまいますけれども、この順番が狂わずに、まず優先的に、神との関係が成り立った人にかけては、この世の祝福も、ボーナスとして約束しています。この世で見せつけることができる、結果をこの目で見ることができる祝福を持ってくる人たちが、世の人々に、人生の正しい生き方の模範を示して、彼らが私たちを憧れて、私たちの衣の裾を掴んで、あなたはどこの教会に入ってんだ、聞くまでもないじゃないか、東京地の発展選挙教会じゃないか、あ、そうですか、私も連れてってくれ、あなたの教会へ。これはチェカリア発祥中教から22節までの神様の約束なんです。アメン。一斉に雨ができませんか。よく考えてから。人のアーメンという声聞いてから、黙っていれば恥ずかしいから、後からアーメン。こんな信仰になっちゃいけませんよ。神の御言葉を聞くや否や疑わず、その瞬間にアーメンと受け入れて、悪魔にくさびを打たれることはないようにすべきですよ。みんな一緒に神の言葉は、聞くや否や、即座に、魔王かぜに考えないで、疑わないで、すぐさま、アーメンと受け入れて、自分のものにすべきだ。来週までちゃんと練習してください、練習。神の言葉が聞こえてきたときには、アーメン。悪魔の言葉が聞こえてきたときには、引き下がれ。サタンよ、引き下がれ。これ、すぐさま反応ができないと。ゆっくり考えてるうちに奪われてしまう。
ったと思いますか？思いませんか？神の働きは瞬間的なこと、瞬間。ある瞬間、触る瞬間に治る。イエス様の衣の裾に触る瞬間に治る。御言葉はアーメンと受け入れる瞬間に今の病気は治る。いくらでも瞬間的にできますね。なぜ？信仰が認められたら働きかけるのは私じゃなくて神様なんですけど。アーメンですか？信仰は持ち方によって自分の運命を左右するもので左右するもの。持ち方によって。それが信仰を忍耐という力で最後まで運ぶ人。ある瞬間では誰でも熱くなれる。ある瞬間には誰でもアーメンできる。ある瞬間には誰でも自分の全てを捧げてイエス様に従える。そういう気持ちを抱くことは誰にでも敵の話です。問題は結果が出るまでそれを持っていくか持っていかないか。それが問題であります。それが問題。主が生きて働く。肉の目には見えなくても今この場におられ。マイク持ってるのは神牧師だけども、語るのは主の霊であると信じるならば、皆さん、信仰を正しくする必要があります。アーメンです。どうすれば勝利できるかを。私はお金を今ここでばらまいていると、ゆっくり遅れてきて後ろに座るんじゃいないでしょ。できれば牧師の目の前に座って、一枚でも多くのばらまく金を自分のものにしたいと思う。恥じてやりません。そんな感覚ですぐ喜びを感じ取れるようなそういうお金じゃないか。いくら巻いて巻いて聞いても、先週も聞いたし、あれ、この間読んで分かってるよ。聖書の言葉をそういう感覚で扱っていると、いくらアーメンと言っても、神の働きは起こりません。ペテロが、カリラの漁師、上がりのペテロが、この神牧師と比べたらどっちがハンサムだったでしょうか。彼は小さい時から漁師だったの。魚を取っていたの。魚臭いし、私が作ってたあのハンドクリームも好きないし、顔の皮膚も荒れてるはずだし、勉強もあんまりしてないそうだし、野生的でそっちが良かったかもしれませんが、そういう彼の前でコネリオスの人の家の人々はペテロの目の前にしていながら、自分たちはペテロの前にペテロの説教を聞いていると言わないで、神の前に立っていると、神の言葉を聞くためにと。ですから異邦人の中では一番初めに救われる祝福はその家に臨んだんですよ。彼らがそう信じたから、彼らがペテロを神だと信じたから。私を神だと信じなさいと言うなくて、私の口から出る言葉を神の言葉だと信じるべきだという話。アーメンですか？そうすれば変わるのは皆さんの運命が変わりますよ。変わるのは。疑えば皆さんの運命が、疑いの結果、滅びをもたらすだけなんです。信じますか？忍耐。世の人々も忍耐から出てくる力を、に何があるかを、このように悟って、それを自分の人生に適用しまして、このような見事な世界中で有名な歴史的に、人生を成し遂げるができたのに、神を信じてる、知恵の極みだって、知恵の源となるイエス様を信じていながらも、これができないとすれば、私たちの信仰は、虚しい信仰です。虚しい信仰。身を結ばない信仰です。しかし主はおっしゃいます。テサロニケ2の手紙3の5節で、主がどういうふうに我々に望んでおられるかを聞いてみてください。兄弟たち、あなた方は神の愛とキリストの忍耐を悟る人になりますように。神の愛、今日は神の愛を語る時間じゃないから、キリストの忍耐を悟ってそれを学ぶ人になりますように。信者たちがキリストの忍耐を学ぶべきだぜ。
キリストの忍耐とは何ですか？十字架の死に至るまで、あらゆる部族を、部族にも耐え忍び、あらゆる痛みにも苦しみにも耐え忍び、最後の最後に息を引き取る瞬間まで、肉体が引き裂かれる苦しみの中で、息を引き取る瞬間まで耐え忍び、神の言葉を成就するために、神の言葉が自分において実現することを求めて、肉体が引き裂かれる侮辱と苦しみを人目に受けながらも最後まで耐え忍んだこと、これがキリストの忍耐です。なぜキリストの忍耐を信じる私たちが見習うべきか、それを悟ってそれを見習うべきか。信仰を持つのは瞬間だけども、その持った信仰を出発しました信仰をずっと守り続けていく力は忍耐ですから、今日はあって明日は滅びる信仰じゃなくて、今日ある信仰が明日はさらに守られて、さらに保たれて、さらに成長して天の御国まで無事入るためには、今燃え盛る信仰をずっと守り続けて天の御国まで打ち上げる忍耐の力が欲しいから、見習うべきだと言って見習うべきだ。宇宙船に、宇宙を飛んで宇宙に行くのは宇宙船に船であり、その宇宙船に乗るべきだけども、宇宙船に乗って宇宙に行く人を打ち上げるのは宇宙船ではなくてロケットです。ロケット、私たちが救われ祝福を受けるのは信仰なんだけども、その信仰を宇宙船のロケットのように、宇宙船を打ち上げるロケットのように働く力はなんだ、忍耐の力だ。理解ができましたか？理解ができないと、できなくてもともかく信じればその通りに間に合います。いちいち理解してから信じようとすればこの頭では間に合わない。理解できなくても信じまして信仰によって勝利したいと思いますか？今日だけじゃなくて明日も明日だけじゃなくて永遠に勝利したいと思うならば、そういう皆さんの信仰を宇宙だって天国まで打ち上げる、必ず勝利に、救いに、祝福にまで打ち上げてくれる信仰プラス忍耐の力を宇宙船のロケットのように自分の信仰につけるときに、皆さんの信仰が未来を約束するものとなります。アメン。みんな一緒に、宇宙に行くのは宇宙船だけども、その宇宙船を宇宙にまで打ち上げるのはロケットだ。アメン。私たちが救われるのは信仰ですよ。祝福に入るのも信仰ですよ。しかしその信仰を宇宙船のロケットのように打ち上げて運んで、祝福にまで、勝利まで、神の国まで打ち上げて運んでくれるのは忍耐の力だ。これを信じれば間違いありません。必ず今信じている皆さんの信仰が、明日に未来に永遠なる人生に、必ず神の約束された通りの全ての祝福をもたらしてほしいと思うならば、必ず今日から聖霊様に祈ってくださいよ。忍耐の力をくださいと。全ての困難と試練と苦難の日々に耐え忍び、最後まで今の信仰を守り続けていく忍耐の力を油のように注いで満たしてくださいと、毎日祈る人になりますように、イエス様の皆で祝福ください。そうすれば初めて皆さんの信仰の結果として今までの運命が変わります。そして神の約束、あるいは備えておられる権威と力と祝福の段階に打ち上げられていきますね。何によってですか？忍耐によって、忍耐。アーメン。私たちの信仰生活に忍耐がどれぐらい大事であるか、ロケットのついてない宇宙船のこと、あるいはロケットのついてる宇宙船のことを考えて比べてみればすぐわかります。すぐわかります。これでもわからない人はただ信じなさい。ただ信じて、ただ求めなさい。アーメンです。
人生の勝負は頭の理解力じゃなくて、人生の勝負は信仰だから信仰。ハレルヤ。本当にアーメンできますか？本当にアーメンできるんだったら、今日から求めるべきだ。何を？忍耐。忍耐の力。忍耐の力はどこにありますか？あの山にありますか？あのお店にありますか？あの役所にありますか？聖霊様にあります。聖霊様が、さっきが忍耐の力を私たちに求めるものに、与えることができる唯一の神様は聖霊様です。聖霊様。ハレルヤ。アメン。私がね、イエス様に今までホームレスミニストリーをやりながら、ホームレスだけがうちのミニストリーじゃないんだけども、それだけでもやらされても結構ですと言いながら、ただ、しかし私が神から受けたビジョンの中にはホームレスだけじゃなくて、それは一部、いろいろたくさんありますけども、なぜこういうのが実現しないのか、焦って問題点があれば問題点を教えてくださいと祈って寝たことがあります。それを祈ってここで寝たときに、イエス様がこういう夢を見せてくださいます。北朝鮮の金初日と私が、囲碁を打ち合って、囲碁。囲碁をね。私は当然、色の白、白石。彼は、金初日は黒ですよ。私の敵だからね。夢の中でも。彼は黒、私は白。で、こういう囲碁を打ち始めてます。この四角いの中で、この片方はもう白と黒でこう位置でますね。こう始まってる。戦いが始まってる。ちょうどこれを主が見せておられながら、こういう声が聞こえてきたんです。焦らずに、定石通り、定石。定石ってわかりますか？囲碁打ち時の言葉。定石、定石ってろ。定石通りに、焦らず。長剣は焦らず、焦らず。みんな一緒に焦らず。定石通りに、打っていけば、私の勝利と、なってる。アメン。しかし、定石通りに、じゃあ、焦っちゃって、勝手に打ってしまったら、それによって負ける恐れもある。皆さん、これ一生の間忘れませんように、おすすめします。これは別に、これは真理の言葉を言って、私は見た夢だから、アーメンって言わなくても結構ですが、でも信じて受け入れれば、皆さんの人生に有益となります。じゃあ、イエス様が私たちに約束されたのは、すべて勝利です。結果的に勝利だけを約束してます。イエス様の約束、みんな一緒に、イエス様の約束には、勝利だけが入っている。信じますか？ただ条件があります。焦らず、信仰を持って、忍耐、強く最後まで、定石通りに打つことだ。これが条件ですよ。忍耐できないで焦ったって自分勝手に打ってしまったら、その当時は気持ちいいかもスッキリするかもしれませんが、結果は負けです。これが、焦らず忍耐を持って最後まで定石通りに打つのが、クリスチャンたちがイエスの皆と約束の中で勝利する秘訣であると、信じたいと思う人は、アーメンと一緒に皆様に思い切り送ります。皆さんの信仰が結果的に勝利に至る信仰に必ず立ちますように、主イエスの皆で祝福いたします。アメン。間違いないのは、イエス様の約束には命と祝福と勝利しかないんですよ。ただし、こういう約束に至るためには、今ある熱い信仰を明日にも未来にも天に行くまでずっと守っていくために、忍耐が絶対的に必要となるということ。忍耐が。じゃあ、
信仰が浅いうちには、こんな話聞かないで。教会にもうせっかくイエス様を信じて受け入れて、ここ、教会まで来たから、すぐ天の扉を開いて、自分が思っていた全ての祝福をあふれると注いでくださるんじゃないかと。ちょっと面倒くさいな、いろいろ聞いていて、説教は長いし。こういうふうに思う人がほとんどですよ。私もそう思ったことありますから。聖書を読まねばならないか。なんで、自分の先行の本もいっぱいあるのに、読み切れなのに、こんな本まで読まないといけないのか。理解ができませんでした、私も。そして、教会に日曜日に来る時間、大学院の時だったから、博士課程の時だったから、もう一日が、一時間が大事な、貴重な時間だったから、教会行って礼拝捧げて、その前後に行く時間、帰る時間、食べる時間、礼拝の時間、3時間も4時間も費やしてられない、日曜日に。そういうふうに思ったこともあります。そういうふうに。ただ、イエス様信じると決心したから、なんか今度来るんじゃないかと思ったこと確かにありますが、こういうのが理解できるまでは、だいぶ時間がかかったんです。聖書を読まねばならないし、聖書の中に命があり、真理があり、人生の勝利の秘訣があること、こういうのを悟るまでは私だって、時間がかかったんです。肉の知恵、知識、力では通しても理解ができませんでしたが、皆さん、人より、遠回りして人生疲れる道じゃなくて、近道を通って、できれば人より一歩早く、先に。今は理解できなくても、必ず世と世の中にいる人々の運命を左右する、神の権威と力に、その祝福に、本当に早く至りたいと思う人がいるならば、聖書がその秘訣を教える本であると、疑わずに認めて、昼も夜も聖書を読んでください。一日に10ページ以上、少なくとも、新学生たちは40ページぐらい読むべきだ、本当はね。私とおさもには、この聖書をもう、これ1ヶ月、2ヶ月で一丁読したり、読んで、聖書は読めば読むほど、皆さんの霊が健康になり、強くなり、輝くようになる力ですよ。アメン。皆さんの霊が強く、清く、大きくなればなるほど、世の中の秘密が、勝利の秘訣、神聖の秘密が見えてきます。見えてきます。アーメン。それから、イエス様の聖霊様を求め、聖霊の力を求めて祈れば祈るほど、この言葉、自分の中で生きて働くようになります。祈りもね、1時間も2時間も3時間も、5時間も6時間も祈ろうとすれば、もう体は限界。体は2時間ぐらいで大体限界も。今も大事します。皆さんが面白い映画を見ても、2時間の映画を見ていれば、こうやって育てられないでしょ。これは何ですか？2時間の映画を見るときの姿です。様子。2時間の映画だって、ヒットして見てられないでしょ。祈りを2時間、大変ですよ。忍耐の力がないと祈りもできない祈り。アメン。大体、イエス様を信じると、誰もかもが瞬間的には、一時的には、本当に人に負けない熱い信仰、大きい信仰、素晴らしい信仰、神に、確かに喜ばれる信仰を持つことができるし、まだそういう信仰を持った経験はあるかもしれません。ただ、忍耐強くそれを守り連れていく力がなかったために、途中でうやむやになってしまう。うやむやになってしまう。いつの間にか信仰から立ち直してしまったり、離れてしまったり、神の約束から遠のいてしまうことがたくさんあるわけです。ルカの21章の中行説には、あなた方は、忍耐によって
命の救いを得るとあります。聖書の言葉ですよ。信仰によって命の救いを得るでしょ。もちろんです。しかし、その信仰が守られて、最後まで命を勝ち取る信仰になるためには、忍耐によって運ばれるべきだ。アメン。今までホームレス伝道をやりながら、私が一番たくさん訓練を受けたのは、忍耐の訓練です。忍耐の訓練。これから、うちの教会が、聖殿の移転とともに新しい時代を迎えるようになりますか。その新しい時代を迎えるとき、イエス様が再臨される瞬間まで、どんな素晴らしい、あるいは大きい祝福に我々が入っていくか、それは今の目の前に見える現実では判断ができない。想像を決するものだからです。この想像を決する祝福の道へと、我々を宇宙船のロケットのように打ち上げてくれるような、今までの訓練の主な訓練は何だったかというと、それは忍耐の訓練でしたよ。忍耐の訓練。どんな時に、どんなことにも耐え忍んで、忍耐を持ってイエス様に従っていくようにと、忍耐の訓練を一番強くたくさん受けてきたんですね。ただし、忍耐によって結ばれる祝福の実は、想像を徹する甚だしいものだと信じますか？信じますように。信じますように。今はホームレスばっかりしか見えないから人の目に。それを嫌がる人もいれば、匂いが嫌で逃げた人もいれば実際に。ホームレスの匂いが洪水の匂いに変わっている聖霊に導かれる人もここにたくさん座ってますね。今ここに座っている人は聖霊に満たされ導かれる人たちでありますが、皆さんが嗅いでいる霊的な祝福の匂いを嗅ごうとはできずに、ここにせっかく導かれてまだ逃げた人もいるわけですよ。運命を左右するこういう力が聖霊によって働いているのに、同じ神の御名を読んでいながらも、ある人は近づき、ある人は遠のいてしまいます。それはなぜなんでしょうか。同じ神を信じながら、聖霊の力にどれぐらい満たされているかどうかです。その聖霊の力のうち、本当に信仰を守っていく力は忍耐だと。忍耐だと。アーメン。1日2日でホームレステントが好きになることはできない。神の力を受けて、忍耐に忍耐を重ねて、これが何を意味しているか、長い時間にかけて悟していただいて、ついには磨き上げられた信仰によって、霊的に磨ける知恵と知識と力を身につけてから初めて、こういう仕事の良さが、こういう信仰生活の素晴らしさが分かるようになるわけです。分かる。最初私は早稲田に通っていた時には、新宿西口でホームレスが向こうにいれば、寮から遠回りして向こう逃げて、向こうでジャンボカレー食べて、それで学校へ行ったり。なぜ寮から嫌だと。今はそれが私の国会に一番の祝福の原因となるのが分かっていますね。皆さんが本物のクリスチャンになりたいと思いますか。本物の神の人になりたいと思いますか。ならば聖霊の力でこういうすべてを悟る必要があります。聖霊の力で、忍耐の力に満たされる必要があります。そしてすべてに耐え忍んで、忍耐強く、皆さんの運命を自分の信仰によって打ち上げれる人になるべきです。アメン。イエス様がこういう言葉で忍耐のことを説明しておられますね。主の再臨は近い。あなた方は、見よ見よ見なさい、よく見なさい、居眠りしないで。あなた方は、農夫のことを考えなさい、農夫。農夫が種をまいて、その種がもたらす豊かな刈り入れを望みながら、何に耐え忍ぶのか。秋の雨と春の雨に耐え忍ぶそうですよ。種をまいてから農夫は、種をまいてから、
秋の刈り入れを待ち望みながら、農夫は春、秋の雨に耐え忍ぶべきだ。何を意味してますか？種をまいてすぐ芽生えてすぐ刈り取りができると思ったらいけないんです。あなたが今、一粒の種をまいて、さらに豊かな実を結ぶために、秋の刈り入れを待ち望みながら、種を今まいてはるけども、その秋の豊かな刈り入れが来る前に、雨が降ってくるんだ。苦難の雨が降ってくる、その時に、あなたは耐え忍ばないといけないんです。アーメン。これ、農夫の音を例えて説明しておられるのは、私の信仰の道を、そのように、忍耐を持って耐え忍ぶべきだということなんです。アーメンですか？なぜでしょう？理由は、主の再臨が近いから。みんな一緒に主の再臨が近いから。祈りの答えが近いから。神の安らさ、祝福は近いから。祝福は1メートル前に来てるのに、ここでやめたらどうしますか？ロクフェラーが石油王になったのは、1メートルを献身したからですよ。忍耐を持って。1メートルの手前で諦めていたならば、彼の運命は変わったでしょうからね。このように、ひるんで滅びるものに。超主は本文でおっしゃいましたよ。あなた方に忍耐が必要なのは、神の御心を行う信仰を見せてから、約束された祝福を受けるために、あなた方に忍耐が必要だ。途中でひるむような人がいれば、そのものは私の心にかなわない。途中でひるむもの、退くもの、それは神の御心にかなわないと、ふさわしくないと。祝福は受けることはできない。神の御心を行って信仰生活したならば、あとは忍耐を持って、その祝福は切に自分の手に入るまで忍耐を持って生きるべきだという意味です。そうすれば必ず神は約束を守ってくださいます。しかし、忍耐できずに、突然ひるむ者は、神に喜ばれず、滅びてしまうと。皆さんは滅びる者のように、ひるむような信仰を持って、どんな苦難にも試練にも困難にも、耐え忍んで、今の信仰をさらに明日へ、明日の信仰は明後日へ、明後日の信仰を未来へ、イエス様を再臨する瞬間まで、どんどん打ち上げていく人になりたいと思いますか？ならば今日から祈りの中で必ず欠かしてはならないものは何ですか？聖霊によって忍耐の力を自分にあふれるほど満たしてくださいと。これを祈り求める。アーメンです。こういうのを一つ一つ勉強して、自分のものにしまして、こういう力が自分の中で働くようになったときに、我々は実を結ぶ信者となりますよ。形だけの信者は、葉っぱばかり茂ってる信者は、実を結ばない信者は意味がないんです。疲れるだけ。これだけやったのになぜなぜなぜ、恨むだけ、結果的に神よ。結果的に神の皆を、結果をもって賛美できる福音の証人。これが地の果て宣教協会に向かわれた神の御心です。この日本の中学の街中だけでもで、日本全土と地の果てまで、イエス様再臨される最後の瞬間まで、福音の証人となって、受けた祝福の結果をもって人々にイエスを伝えることができる祝福。これは地の果てまで福音の証人となる祝福なんです。最初からこのために、この教会がこの日本の東京に起こされ、このために皆さんと私が呼ばれてきているのを信じますように、イエス様の皆で祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。今日ご飯食べて帰って、家に帰っても忘れませんように、来週までも忘れませんように、来週この席は他の席をしても、これだけを忘れませんように、最後にイエス様の皆で祝福いたします。アーメン。では、みんなで祈ります。